はいどうも、橋本のりです。本日は天気がちょっと雨ということで、久々のトーク動画です。年に 2,3 回やってるシリーズですね。今日は最近思ったこと、いつかは話すかなと思ってたことなんですけど、今現在この SNS においてのですね、自分なりの考え方ということでお話ししていこうと思います。今自分がやっている SNS がですね、 YouTube をはじめ Twitter、Instagram、TikTok、 昔ツイキャスってのやってたんですけど、今はツイキャスやってないんで4つですね。この4つをやっております。で、すべてこの4つに共通しているのが、コメント欄だったりとか、こうチャットでコメントを入力できるっていう機能があります。で、そのコメントのほとんどが動画への感想、投稿への感想っていうのがほとんどなんですけど、やはり SNS をやってれば絶対にどんな人にでも起こりうる批判コメント、アンチコメントみたいなものが絶対存在します。まず一つ言えることは、動画を配信する、顔出しして配信するっていうことに関して、この画面の反対側、コメント欄とかリプライとかには顔が見えなくてコメントできるんですよ。これはまあ SNS やってる方だったらわかると思うんですけど、で、もちろん配信者の人たちもその覚悟は持ってやってると思うんで、まあ、別にそれは好きに配信したらいいと思うんですけど、この顔が見えないからといってどんなコメントでもしていいかって言われると、まあそうではないですよね。実際にそのコメント欄でもうずっとたくさんの批判コメントを受けて、ちょっと精神的に病んでしまったりとか、まああとは最悪の事態になってしまったりとか、まあよくニュースであると思うんですけど、もう鬱になってしまったりとか、そういう人も普通にいますので、まず人がこう聞いて不快になったりとか気持ちよくないようなコメントっていうのはまず控えた方がいい。これは間違いないんですよ。けどそのコメントをすることによって、コメント側がまあ自己満だったりとか、まあ、すっきりするとか、ストレス発散だとか、本当に気に入らない配信者だったりとかでコメントをしてるのかなって自分は思うんですよね。で、実際にこの自分が見てる YouTuber さんで、まあもちろん自分も配信はしてますけど、動画 YouTube めっちゃ好きなんで YouTube 見るんですけど、その自分の見てる YouTuber さんが話してたんですけど、自分が見てる YouTuber さんのアンチコメント、批判コメントをする人って意外と中学生とか高校生とかじゃなくて40代50代が多いんですよ、みたいな話をしてたんですよね。それ結構意外だなってまず自分が思って、TikTok とかだったら結構まあ若い層が見てるんで、まあ全然変わってくると思うんですけど、その自分の見てる YouTuber さんはそういう話をしてましてですね、あ、大人でもそういうことするんだなってまず思いました。で、自分らもその20歳とか21の時に実際にそういう切り抜かれてとか、スクショされて Twitter でとかいろいろ拡散されて袋叩きにあったんですよね。で、まあそれはもちろんこっちが間違った情報とかを流してしまって、うわ、こいつ間違ってるぞみたいな、なんだこいつはみたいなのをこう Twitter で回されたりとかあったんですけど、実はそれですね、まあ知ってる人は少ないかもしれませんが、自分とゴリスポがまだ別チャンネルの時に同時に起きてるんですよ。あれが YouTube を始めて1年目か2年目の大晦日です。これですね、自分とゴリスポが同時になんかちょっとミスをしてまして、すごいこう Twitter とかで袋叩きにあったんですけど、そのやってる人たちの目的っていうのは、多分こうバカにしたいとか面白がってやってると思うんですけど、まあ、当時の自分とゴリスポからすると、もう Twitter を開きたくなくなるぐらいの感情だったんですよね。まあ、今はあれから6年経ってますんで、もちろんメンタル的にも成長してるんですけど、あの時本当に2人とも、まあ自分とゴリスポ繋がってたんで、 YouTube やりたくねえなみたいな、これから動画上げたくなくなるなみたいなのがあったんですよね。でもその時2人とも同時にちょっとこうプチ炎上みたいなのしてたんで、じゃあ頑張るかみたいな感じで、まあ切り替えて、自分らの勉強不足もあったし、切り替えて頑張るかということで、その次の元旦か、その翌日、1月2日ぐらいにまた動画出してるんですよ。っていうのがすごい記憶にあってですね、その面白がってその人を批判するコメントだったりとか、生まれつき持ったものに関するコメントだったりとか、そういうのは良くないなと、もう打つ前に、打ち込む前に分かってほしいなって思いますね。まあ自分もそのアンチコメントっていうのをしたことがないんですよ、SNS で。まあ自分が配信してる身だから気持ちが分かるっていうのもあるかもしれませんが。っていうので、最近はまあうちは減ってきてますけど、でもやっぱいるんですよ。自分コメント欄全部チェックしてるんで。まあ TikTok もやってますし。っていうのはですね、もう一回考えてほしいかなって思いました。まあ実際に自分が絡んでる中ではですね、炎上系というか、まあ炎上している TikTok のユーポン君に、自分とゴリスポが会いに行くみたいな動画を出したと思うんですけど、あの時もうちのコメント欄はやっぱりこう応援してくれるコメントっていうのが7割ぐらいかな、あの時あったんですけど、やっぱり珍しくコメントがちょっとこう荒れたというか、まあもちろん覚悟でやってるんでいいんですけど、でも実際に今こう絡んで18、19、20とかの年齢で自分らがやられた時とても嫌だったんで、心というかメンタルが強いなっていう話はこっちでも話をしていました。まあこうメンタル的にも、まあ鍛えられてるっていう言い方が良くないんですけど、まあこれから出てくる若い子たち、10代の子たちとか、新しく YouTube を始めようかなとか、まあ Twitter とかインスタとか TikTok やろうかなって思ってる若い子たちに、そういうまあ、ぐさぐさっていうコメントがこう行くとですね、
まあ、耐えられない子も出てきて、野球が嫌いになったりとか SNS 嫌いになったりする場合もあるんじゃないかなとちょいちょい恐れております。まあ、うちの視聴者さんはですね、結構ぶっちゃけかなりいいコメントというか、あの普通のコメントをしてくれてるんで全然いいんですけど、ちょっとこう見方を変えてみると、なんでこういうコメントをしてるのかなとか、なんでこれを堂々と SNS に書けるのかなって思ってしまうことがやっぱあるので、まあ顔が見えないからといって何でもありではないかなというふうに自分は思いました。まあ普通に楽しく見れるのがコメントなのだと自分は思ってるんで、こう例えば動画に対してのコメントだったりとか、なんかこう分からないことがあってコメント欄でこう意見出し合って知識上げていく、野球の技術上げていくっていいと思うんですけど、なんかコメント欄で言い合ってるとか、まあ最近はないですけどね、ちらほらまああるっちゃあるので、その辺もちょっとですね改善されてくれるといいかなって思ってます。まあ自分も絡んでる人全員が楽しく SNS をできるようになってほしいかなと思ってるんで、まあ、そんなに別に絡んでる人多いわけじゃないんですけど、野球 YouTube 関係だったらいても 2,30 人なんですけど、楽しく SNS 活動できたらいいのになって自分は正直思ってます。というわけでですね、ちょっと今日は雨ってことで撮影できなかったんで部屋で撮ったんですけど、トーク系ということで、もし皆さんの意見もありましたら下のコメント欄に教えてください。まあ自分が19歳とか20歳でアンチコメント来たら結構メンタルやられてきついぞっていうまとまりでいいと思います。ぜひ皆さんもですね、コメントする前に一度考えてから一回読んで、よしっていう感じでやってもらえると、まあ、そんな大事故は起きないかなというふうに思います。というわけで引き続き明日からも動画配信続いていきますので、ぜひコメント欄ガンガン楽しく使ってやっていけたらいいかなと思います。また何かリクエストあったらコメント欄教えてください。それでは今日の視聴者は以上です。よっしゃ、リクエストして見つめ直したって覆らない、振り返らず走り続けろ。そして今月のプレゼントはこちら、中古ショップ球児先生からご提供いただきましたアトムズの公式グラブ、こちらをチャンネル登録とコメントで視聴者の方にプレゼントします。11月1日の動画で当選者を発表いたします。ぜひよろしくお願いします。